薩土名役は、江戸時代末期の慶応3年6月下旬から同年9月上旬まで結ばれていた、薩摩藩と土佐藩の間の政治的提携、薩土連役などとも言う。宇部べ幕府崩壊寸前の時期に政局を主導する15代将軍、徳川義信と東幕路線の薩摩藩が対立する中で、土佐藩が大政奉還、王政復興を通じて、 平和的手段で抗議生態へ移行すべく提起した連携案に薩摩藩が同調したもの。しかし、両藩の思惑の違いにより実行に移されることなく2ヶ月半で解消された。以下、日付はすべて旧暦によるものである。徳川義信慶応2年末に新将軍に就任した義信にとって喫緊の課題は 第二次徴収性抜の敗戦に伴う幕府の権威低下の回復と諸外国との間で約束した開港時期が間近に迫る兵庫開港問題であった。薩摩藩はこれらの問題の解決を夕飯諸公の合議で決すべく小松清錬、西郷隆盛、大久保利道らが有力諸公として知られた伊達宗成、山内と重、松平義長に働きかけ、 これら諸公を、朝廷の名のもとに、京都に呼び寄せ、島津久光と共に、慶応3年5月、四公会議として召集させることに成功した。しかし四公会議は、吉信の巧みな政局捜査と両問題の討議順に、こだわるさまつな議論に終始したために無力化する。かえって吉信の主導により五月十三日の、徹夜の長議で、長州処分問題。 兵庫開港問題の直挙が下されることとなり、吉信の政治力を見せつける結果となったため、久光は大いに不満を抱いた。一方、山内陽道は早くも4公会議の途中で見切りをつけており、5月22日には帰国願いを提出、27日には京都を立って帰国していた。島津久光4公会議の失敗は、将軍、 徳川義信の存在を前提としながらも諸公会議を中心に据えて幕府体制を変革しようとしていた薩摩藩の従来の方針に大いに変更を加えるきっかけとなった。ここから薩摩藩が前年諸島に締結された薩長同盟による長州藩との連携に基づき義信の将軍職剥奪及び義信を中心とした一位相権力の打破。 さらに最終的には幕府の倒壊までを見据えた武力倒幕路線が登場する。早くも4公会議崩壊直後の5月25日に京都薩摩判定で行われた重心会議で幕府との武力対決路線が確認されている。6月初め、大久保は鹿児島へ藩主と土岐儀及び一大隊の状況を求めた。当時、京都の大久保空居には 同盟中の長州藩士、品川矢次郎が、正常視察のため居候を漏していたが、そこへ、同藩の山形有友が、密かに上京してきたのを受け、6月16日、久光は山形、品川を引検し、近日中に、西郷隆盛を山口へ派遣する予定であることを告げ、山形に6連発のピストルを貸し、さらに両名に先に山口に帰国して両藩が、 連合同を力陸力して、大義を天下にならさんとの方針を、長州藩士の部へ伝えるように依頼した。中岡慎太郎と左藩から四公会議に参加していた、全藩主、山内陽道の不害無さに、危機感を感じた、中岡慎太郎は、江戸藩邸の犬井大介に対し所簡を送る。犬井は、ことの重大さに感じ、職を辞して急ぎ旅想を整え、5月18日、 京都に到着。秋藩、船越洋之助、土佐藩、福岡当時、中尾からは、倒幕の策を練った。5月21日、犬井大輔と谷田貴らは、土佐脱藩を許されたばかりの中岡慎太郎の仲介によって、同日夕刻、京都の小松聖連宮居にて、西郷隆盛、吉井智美らと、殺土倒幕の密約を交わした。ただし、当時は、 山内陽道が徳川恩子の立場から後部合体、砂漠路線を模索していたため、西郷と犬いらのとの間で独断で約束され、翌日5月22日報告を受けた山内陽道が事後承認する形で締結された。一方、後藤昌二郎は慶応3年正月に同伴脱藩の老子坂本龍馬と長崎で会談し、坂本から 大政奉還論を聞いて共感していた。後藤は、陽道の呼び出しを受けると、坂本を伴って6月9日に、土佐半戦夕顔号で、長崎を出発。犬類大介らが土佐に帰国するのと入れ違いに、6月12日、後藤翔二郎と坂本龍馬が大阪に到着、翌日には入居するが、すでに陽道は帰国後であった。中岡慎太郎。 犬井大輔らによって、殺犯とは、倒幕の密約を結んだ者の,の山内陽道は徳川、宗家への強い温厚意識があり、真珠の揺れ動きの幅が大きく、倒幕への意欲が不安定であったため、さらに、幕府の力を段階的に削ぐための方策として、6月22日、京都三本木料亭、吉田屋において、薩摩の小松立脇、大久保はじめ像、西郷吉之助、 戸佐の寺村道成、後藤昌次郎、福岡当時、石川聖之助、埼谷梅太郎との間で、大政奉還の策を進めるために、殺土名約が締結される。この殺土名約は、さらなる夕飯連合推進のため、同年6月26日、長州藩の隣の秋藩を加えた、殺土芸三藩役場所に拡大発展するが、強固なる武力倒幕を目指す犬井大介は、 当初、殺土名役の存在が伏せられ、また、恩賢に将軍家を維持する方策を模索していた、寺村道成、後藤正二郎へは反対に、殺土倒幕の密約の存在が伏せられていた。坂本龍馬6月13日後藤は入教すると、陽道の意を対して、17日京都判定にて、今後の方策に関する大条理を、在京藩首脳である寺村道成、 学べ精神、福岡皇帝の三人に説き、賛同を得る。同日、後藤は、伊達宗成にも、内意を伝えたが、宗成は、大政法官論は、次期尚早として、難色を示し、後藤の意を、小松、西郷に伝えた。その前日、上述のごとく、長州藩の品川、山形に、武力倒幕の決意を伝えていた薩摩藩では、この、 後藤の動きに関心を抱き、一方、土佐川でも薩摩藩の倒幕への動きは、中井広氏を通じてこと寺村に情報がもたらされており、薩摩川との交渉を急いでいた。この両者の思惑の一致により、薩摩、土佐両藩での話し合いの場がもたれることになる。6月22日、三本木の両邸で、薩摩藩から小松立脇、西郷高森、大久保利道、 土佐藩から後藤昌次郎、寺村左前、真部栄三郎、福岡皇帝の両藩首脳が会合し、それに、浪人の巨会として、坂本龍馬、中岡慎太郎が媒席した。この席において、後藤の大条理イコール大政法官論を、薩摩川の出席者が了解し、その方針に沿って、名役を結ぶことが決定した。すなわち、 議会政治の採用による申請の開始への手段として、大政奉還による王政復興を採択し、武力倒幕を原則回避する方針となったのである。一般的にはこの日をもって、殺度名約の成立とする。翌23日、後藤、寺村、真鍋、福岡のほか、佐々木隆之、結井の市市内が加わって、前日の協議内容を確認。 翌日には、古藤、寺村、真鍋の三人が帰国して洋道及び藩主豊藩と相談すること、福岡が京都に留まることが決まった。26日寺村は、名約内容のメモを西号へ提出。28日には在京中の芸州藩重臣、辻正友と寺村、佐々木が会談し、憲白について辻の同意を得ていた。島津久光も、 鹿児島の藩主茂久に宛てた手紙でこの役上書と大乗り胸主を同封し、この作が成功すれば広告挽回の基本となると記しており、土佐との名役を承認していた。7月1日には、正式に、薩摩川から寺村の役上書について、趣子花肌ご同意の旨の回答があり、翌2日、薩摩藩の正体で宴席が設けられて、結束を確認した。 7月3日、後藤、寺村、真部の3人は、高知へ帰国するため京都を出発。帰京は10日後の予定であったが、工日のごとく、実際には2月後となる。後藤章二郎資料としての殺土名役書は、会談の参加者であった大久保利道自筆の原本が、鹿児島県歴史資料センター黎明館たまり、島付資料に残されているほか、 上期寺村が西郷へ確認のために提出した書き取りの写しが西郷から長州藩の山形品川を通じて木戸高義の手に渡り木戸が清書したものを杉真子七郎が影写した文書が残っており名約の詳細を知ることができるたま島付資料の殺土名約書には後藤の主張する大条理の趣旨を簡潔に四箇条に要約した対抗とそれを封印して 具体的な明約内容に踏み込んだ、役上書の2通の文書が存在する。役上書ではまず全文で、国体制度の回復、及び、大条理すなわち王政復古、体制奉還の上、諸行会議を起こすことが急務であると主張し、それを受けて、より詳細に具体的な明約内容に触れた7か条を、記した、役上書からなっている。明治27年の勝ったや、 西郷隆盛殿以来、この大公と約場書の二つの文書のセットが、殺度名役所と呼ばれ、通説とされてきたが、青山忠政は、両文書に、同様の文言の繰り返しが多いことなどから、本来この二文書は2.1組の文書なのではなく、大公の方は6月22日の両班会談の際に、土佐川が用意していた、議題文書であり、役場書の方は、 その会談の結果を踏まえて26日に寺村から西号に送られた名約抄本であると主張、佐々木勝も同様の意見を述べている。聴収側の資料である蒸気機動書社の文書では、前者の対抗部分がなく、後者の役上書にあたる部分のみであり、2.1組であったならば、機度が後者のみを書写するのは不自然であることも、この推測を裏付けるものとなっている。 役上書の内容は以下の七箇条からなる。体制の全権は朝廷にあり、広告の制度や法の一切は京都の議事堂から出るべきである。議事院は諸藩の費用教室で成り立つ。上院と会を分け、議員は、苦行から諸公陪身、庶民に至るまで正義のものを選挙し、諸公も職所によって上院に当てる。諸軍職は、 失政の最高官ではないので、徳川義信は職を辞して、諸公の列に戻り、政権を朝廷に帰するべきである。諸外国との条約は、兵庫公で新たに外務大臣が交渉し、新条約を制定して、通商を行う。律令以来弊害のある朝廷の制度を刷新し、地球上に恥じない国体を立てる。広告復興の議事に当たる者は公平虫を貫き、 人心一置はして、議論を行うべきである。重要なのは、前半の第一から四条であり、王政復古の大条理のために幕府に権限して、速やかに体制を朝廷に奉還させ、幕府ではなく朝廷が執政を行い、国家の意思は、議事堂で決定されるという、新たな国家体制を提示した役場となっている。中でも四公会議でにえゆを飲まされた薩摩にとっては、 第四条にある吉信の将軍職辞任は必須の条件であった。また注目すべきは、第六条で朝廷の変革をも要請しており、摂政、関白などの古来からの制度の廃止を想定したもので、後の王政復古の大号令における、石棺幕府等の廃止につながるものであった。小松立脇西郷高森武力等幕路線を、決意していた西郷、小松、 大久保ら薩摩藩在京幹部が、この時期に、即時拒兵とは反対の平和路線を取る、殺度名約を結んだ理由については、様々な説が出されている。これらの諸説について、家金義樹が、幕末政治と倒幕運動の中で整理しており、大政奉還憲白を徳川吉信が拒否することを見越して、そこに倒幕の大義名分を求めるため、 土佐の提案に賛成することで再び山内陽道を政局に引きずり出すため、政局が武力討幕論と平和討幕論のどちらに転んでもいいように二股をかけるため、薩摩藩内の武力討幕反対派への妥協のため、実現困難な武力討幕論は現実味のある抗議性体論と異なる権力構想を打ち出せなかったため、 王政復興後の政権構想を持っていなかった薩摩が、来るべき政権の構想を提示したと査提案に、活路を見出したため、この時点ではまだ薩長の武力倒幕路線が正式な方針として確定しておらず、範内に論が多かったため、と分類している。この中で、イエキは A-1 説を最有力とみなし、その推論は概ね支持されている。口実する最後が、 長州藩士、三堀康介、柏村和馬に対して行った状況説明の際に、元よりその策持ち出し校も、幕府に採用無の派出前に付、右を塩に巻くと手切れの策に言うのと明言している、ことからも裏付けられる。すなわち薩摩川は、はじめから大政法官憲白が拒否されることを見越して、大義名分を得るための手段と捉えており、むしろ幕府へ与える。 軍事的プレッシャーの一助として、土佐藩の兵力に期待して連携したのである。この意味で、大政奉還論を大前提としていた土佐藩側とは、初めから、同省義務だったとも言えるが、実際は後藤も憲白があっさり受け入れられるとは、考えておらず、憲白が、武力倒幕の大義名分を得るための法ととなることを、認識していた。また、長州の木戸高義も、 坂本龍馬に宛てた複数の書簡の中で、古藤、西郷、犬井の役割を、聖吉座元、関東鳥などと芝居に例えており、土佐川当事者の一人である佐々木隆之も、日記の中で同様に、古藤の憲白芝居に続いて、関、西郷の兵力芝居、砲撃芝居が行われることで芝居が完結するとの表現を用いるなど、大政法官憲白が、 相当程度において茶番劇であることを関係者たちは自覚していたと思われる。役上書第3条には大名で構成される上院と藩士、庶民から構成される会を想定した封建二院性論が提示されている。これは議会制の選挙論であるとともに封建制を温存する手段でもあり、また大政法官論とともに幕末の早い段階から大久保一応、 横井昌南、勝海舟らが唱えていた抗議会論を初めて政治的日程に載せた条文でもある。源氏元年9月に勝海舟と会談した西郷らはその抗議会論に大きく感銘を受け全面的な賛意を表していた。共和政治、列藩会議とも称されるこれらの抗議会論はしかし、具体的な制度論としては幕末の政局の中で、 ほとんど進展はなく、むしろ3、あず会議や4、公会議など、限定的な諸公会議が失敗に終わったこともあって、中小論の段階にとどまっていた。慶応 2>, 2年には、越前藩の中根幸恵が、小松立脇に対し、大小議会の2段階からなる、大久保一応期限の議会構想を述べ、小松の賛同を得ている。このような抗議会論は、徳川将軍も、 また諸公の一人として参加することを想定したもので、大政法観論と表裏一体の関係にあった。価値から教えを受けた坂本や坂本の影響を受けた後藤も、また抗議会論実現を目標としていた。札土名約第三条は、こうした流れにあった抗議会論を坂本、後藤の主導により、具体的政治日程に載せたという意味で、 議会論史上画期的なものであったが、立法機関ないし諮問機関である議会の具体的構成は謳っていたものの、行政機関の想定を書いているのが弱点であった。大久保一郎以来の抗議会論では、行政機関を従来の将軍を頂点とする幕府組織の延長で想定しており、後藤らもその線から外れるものではなかったが、薩摩藩は将軍及び石官の廃止を、 反正しとしており、明約書でも具体的行政権の像をあえて記さないことで表面に出ない殺土量反の皇居をことしていたと言える。後に殺土明約が崩壊し、武力倒幕がなされた結果、薩長を主体とした新政府がいわば革命政権としての正当性を獲得して有志先生に至ったことで抗議会論は大きく後退する。後藤及び 土佐藩の抗議会論は明治7年の民選議員設立憲白書に持ち越され、殺長度の妥協である翌年の大阪会議を経て、立憲政体の証書でようやく次の段階を迎えることとなるが、この大阪会議体制もそれぞれの思惑の違いから短期間で崩壊し、殺土名約の二の舞となる。後藤らは、薩摩藩の同意を確認した上で7月3日京都を立ち、 帰国の途についた。予定では速やかに国元の陽道、豊藩の承認を経た後、10日ほどのうちに二大体の兵を引いて帰郷するはずであった。山内陽道名約締結後、すぐさま土佐藩の兵力を引いて帰郷する予定の後藤であったが、実際には主に二つの大きな理由によって大幅に遅れ、名約破綻の原因となった。その理由とは、 山内陽道の出兵無用論と怒るス合事件の処理による地帯である。7月8日に高知に到着した後藤、真鍋、寺村らは翌9日陽道に面会して薩摩藩との名役について説明した。陽道は名役の趣旨である王政復古、大政奉還の方針に関しては大いに賛成した。しかし、そのための手段として兵力を用いることに関しては、 脅迫以外の何者でもなく、不本意であるとして、同意しなかった。この、陽道の出兵無用論が、後に、殺土迷惑破綻の最大の原因となる。また、イカルス号事件とは、7月6日長崎で、イギリス戦績のイカルス号上院の水兵が、殺害された事件で、下手人が、土佐出身の海援大使であるとの容疑がかかっていた。英国公使パークスは知らせを聞くと激怒し、 自ら高知へを赴もむいて、土佐藩が犯人を隠匿しないように圧力をかけようとしたほどである。幕府は対応に困り、土佐藩在京幹部に急ぎ帰国して、パークスの応接をするよう命じたため、8月1日、佐々木とゆが薩摩藩船3、国丸を借用して帰国することとなり、坂本も随行した。8月6日に土佐に到着したパークスに対して、 後藤が交渉を命じられ、下手人が、土佐人である証拠はないと主張して譲らず、パークスを激怒させたが、8月8日には、交渉が妥結。パークスは、高知を去った。こうして事件が一段落した後の8月20日、藩主、山内豊藩は赤信を城に召し、最近倒幕論を唱える者がいるようだが、もってのほかであり、自らの下地を待つべきであると宣言。 同日有国、妖道、豊藩は重心を招集して、大政奉還の建白について後藤と寺村が、上京して従事すること、土佐藩兵の状況は、見合わせることを正式に通達した出兵する、可能性は否定しなかった。この藩の正式決定を受け、後藤、寺村、真鍋の三人は8月25日に、高知を出発した。一方、薩摩川の動きであるが、 まず7月7日付で、西郷が山形、品川宛てで、殺土迷役を結んだために、西郷が挙兵のために、長州へ降る予定がなくなったことを浴びる書簡を、村田新八に託し、山口に派遣した。長州側では予定されていた、西郷来訪がなかった上に、殺土迷役を結び平和的路線を取ると知らされた、ことで、薩摩の真意を図りかね。 直目めつけ、柏村一馬及および賛成、見堀康介を京都に派遣して、情勢を探らせることとなった。柏村見堀両名は7月27日に山口を出発、8月14日に小松大統帝で小松、西郷、大久保と会談する。西郷はそこで、京都で兵力を動かすときは、電撃的に五所を包囲し、 8月18日の政変同様に反対白行を追放し、同時に合図判定と幕府兵鎖所を襲撃、大阪、江戸でも同時に挙兵するという極秘計画を打ち明けると、共に戦術のごとく、土佐との名役による大政奉還建白は武力倒幕への大義名分を得るためのものであること、薩摩藩単独で倒幕に向かうことは決してないことを、柏村に伝えた。 カ村は、この返答を得た後、18日にも、大阪で、小松、大久保と会談し、藩主、重久の出兵状況決定を確認すると、24日に、帰国し、長州藩へ報告した。すなわち、殺度明約締結後、後藤が土佐に滞在していた間にも、薩摩川は、長州と共に、武力倒幕する路線を進めていたことになる。土佐藩の決定を持った、 後藤らがようやく9月2日に大阪に到着すると、たまたま同地に滞在していた西郷に、翌日の訪問を約束する。9月3日の会談で、西郷は陽道が出兵の決断を下したかどうかを尋ねたが、寺村らは陽道の出兵無用論を伝えたため、西郷はその場では返答せず、改めて京都で両班協議を行うこととした。9月7日後藤が、西郷。 小松をそれぞれ訪問したが、その際薩摩川から先日の合意に反し、挙兵を急ぐことになったと返答され、後藤が懸命に説得するも、最後ら本意することはなかった。土佐川は事態の急変に驚愕する。9日には後藤、福岡が小松、西郷、大久保と再び会談し、正式に薩埵量販の名約は解消された。 大久保利し薩摩が土佐との迷約解消に踏み切った理由としては一般的には後藤の大幅な地帯と約束していた兵力を引率してこなかったことに求められることが多い。しかし最後はイカルス号事件で後藤が地帯することはすでに予想済みであった。また、陽道の反対により兵を引率できなかったのは確かであるが先日のごとく陽道は 将来的な出兵の可能性を否定しておらず、殺土迷惑の基本方針そのものは変わっていないため、これも決定的理由とは言いがたく、迷惑解消の理由はむしろ、薩摩藩側の事情にあったと考えるのが自然である。井上伊はこれについて、当時武力倒幕を行うための後期が到来したことと、大政奉還が実現しそうな気配が高まり、それによって、 当幕挙兵が不可能となってしまうことを恐れたためだと、した。うち、金吉木は、井上説を、批判的に検討し、迷惑解消の理由を、長州藩や中岡慎太郎ら当幕派による突き上げや、挙兵をめぐる薩摩藩内の意見対立の、先鋭化により、憲白後の幕府の回答を待つ、時間的余裕がなくなったためであると主張する。また佐々木勝は、土佐藩が用意した、 大政奉還憲白書の草案には、薩度名薬約定書の第四条にあたる吉信の将軍職辞任が欠落していることを重視し、将軍職は朝廷の石官職と共に廃止すべき対象と考えていた薩摩藩のどうしても譲れない一線であり、また九月三日には、島津渦彦が兵を率いて状況を開始している状況で、今更名薬の最重視部分を削除されては、 受け入れられなかったためであったとする。高橋秀直はいえ、近吉を敷衍しつつ、東博博行と大久保との情報のやり取りから、幕府が天皇を彦根に移し、外国を利用して、反爆派を牽制しようとする計画の情報を入手した8月後半に、西郷、小松、大久保らが最終的に東幕路線を確定し、そのための戦力として、土佐藩兵を期待していたのに対して、 後藤が兵を引率せずに帰郷したことで失望したとの見解を取った。このように、薩摩川の解消理由は、諸説あり、未だ確定しているとは言い難い。福岡皇帝薩土両藩が、最終的に名約を解消した9月9日の前日に、薩摩藩は、長州藩、芸州藩との間で三藩連合による共同出兵計画を策定しており、土佐には、 それが知らされていなかった。大久保は、この出兵案を傾向して、山口へ赴き、9月18日に、毛利高地下、広厚府市に配越。翌日昼には、長州藩と、同日夜には、芸州藩とそれぞれ派兵協定を結ぶ。9月25日頃には、薩摩藩兵を乗せた軍船が、三田尻に寄港し、長州藩兵と合同して、 大阪湾へと出港する手はずであり、倒幕派の計画では、9月中に、これらの状況兵力を背景に、政変を起こし、王政復興を実現して、最終的な倒幕に持ち込む予定であった。一方、土佐藩は、薩摩との迷惑解消後も予定していた、大政奉還の建白書を目指し、薩摩藩の協力を求め続けていた。9月23日には、 福岡皇帝が西号に対し、翌日に憲白書を老中へ提出予定であることを通告する。最後は、上記の武力、政変の実現を念頭に、土佐藩へ提出をしばらく待つように要請するが、計画を知らない、土佐側は当惑する。同日大久保が帰京し、27日に、後藤は大久保に憲白書提出について相談。このように、 土佐川は潜伏提出による孤立化を回避するためあくまで薩摩藩の協力を求めようとしていた。ついに10月2日小松が土佐藩へ潜伏書を提出しても差し支えないと伝え、これを受けて土佐藩は翌10月3日山内陽道署名の本文と寺村左前、後藤昌二郎、福岡皇帝、上山左太夫四人の連名による別紙からなる潜伏書を老中、 板倉勝清に提出した。広沢サネオしかし帰国中の島津久光が国元の反対論に影響され、9月28日に藩主中義と連名で倒幕を明確に否定する通達を出し、その影響で見た尻に9月25日頃、到着予定の薩摩藩兵も来ず、不信を感じた長州藩は10月3日に出兵延期を決定、殺害量藩へ通達する。 これ以前に急ぎ上京していた、広沢さねおみと、上田乙次郎が、大久保らと10月8日に会談して、時期は遅れても以前の決定通り三半連携して、政変を起こす計画を確認し、倒幕白行中見門行の屋敷にいた、中山忠康に言上する。また小松、西郷、大久保三人の連名で倒幕の戦時を、下されたいとの願書も提出された。しかし翌日に、 上記の長州藩出兵延期が伝えられ、三藩協議の結果を報告しようと帰国中の広沢が急遽呼び戻されるなど、慌ただしい局面となる。10月14日、大木町三条さねなる邸で、大久保と広沢がそれぞれ薩摩藩、長州藩に対する倒幕の密直が手渡されるが、同日、徳川義信は山内陽道の建白に従って、 大政法官の状況を朝廷に提出。当幕派の政変の目論みは一旦白紙に戻され、実際の政変は12月まで延引されることになる。ありがとうございます。